コズミックイーラ22。後にファーストコーディネーターと呼ばれるジョージ・グレンは、木星探査中、地球外生命体の存在を示唆する証拠、エビデンス01を発見。それ以来人々の目は火星を越えた外宇宙へ向けられるようになった。人類がまだ見ぬ希望、宇宙の可能性を求めるように。そしてコズミックイラ73、新宇宙探査開発機構、通称 DSSD による無人モビルスーツ開発プロジェクトは、その拠点を月軌道外の宇宙ステーションに統合し、次の段階へ足を進めようとしていた。しかし時を同じくして、地球は未曾有の悲劇に見舞われることとなる。嘆き忘れ、撃った者らとなぜ偽りの世界で笑うか。貴様らは軟弱なクラインの後継者どもに騙され、ザフトは変わってしまった。我らコーディネーターにとって、パトリック・ザラの取った道こそが唯一正しきものと。ブレイク・ザ・ワールド、先の大戦を生き延びたザフト脱走兵によるユニウス7の地球落下事件。その本体は地球への落下直前に現ザフト軍によって粉砕されたが、地上には多くの破片が降り注ぎ、各都市部は壊滅。残された人々も相次ぐ津波に飲み込まれ、多くの命が奪われた。そして町が水没の危機に瀕する中、南米の DSSD 技術センターでは、宇宙環境においての稼働試験に臨む新型モビルスーツが打ち上げの時を控え、静かに夜空を見上げていた。厚い雲に覆われた地上、まるでその先に広がる星の輝きを夢見るように。空へ。
今がチャンスだ。しっかり狙えよ。
始めはズリーゼ。目障りなのよ、この。Thank you.
こんなとこで時間をかけてる暇なんてないの。
What?